曲のアルバムとしては第1弾に出したあの君を生かってという CD のタイトル曲なんですね。この曲ですね、もともと朗読の BGM 用に作った曲なのですごいシンプルな曲なんですけれども、いろんな思いがあって、この朗読のこの時の内容というのが、父親と息子の手紙のやり取りの、曲だったんですよね。そうなんです。で、今日は最初にマスターが、ね、母に贈る歌っていうのを、歌ってくださいましたが、この曲は私にとってはこれは自分の父へ贈る歌でございまして、私もですね、いろいろ家庭の事情があって両親が中学の頃に離婚してましてですね、母親の方がいなくなったもんですから、いろいろと父には世話になったと思う点が多々ありまして、父への感謝と応援のメッセージも込めて作曲しました。今日父子もいますんで、ぜひ。ああ、そうそう、そこに親子がいらっしゃるので、素晴らしい。いますんで、素晴らしい。はい、ね、今日はバイオリニストさんもいらっしゃいますけれども、ね、G 線上のアリア、バッハの G 線上のアリア同様ですね、この曲も父親ということもあって、この一番低い G 線1本だけで弾くという設定で、書いた曲でございます。はい、じゃあこのあの君に寄りかかってを、はい、島津さんに送ります。島津さん、ただ、それではあの君、thank you.